ヤマケラトプスヤマケラトプスは白秋前期の恐竜の一つ原始的なツノリュウ類でモンゴルのゴビ砂漠に生息していたモシキシュヤマケラトプスドルンゴビエンシスヤマケラトプスドルンゴビエンシスはピーター・マコビッキーとマーク・ノレルにより2006年9月に記載された記載者たちはその動物が系統的位置づけとして新ツノリュウ類の中で ラオケラトプスとアルケオケラトプスの間に位置すると考えた。フリルの研究では、ヤマケラトプスはそれをディスプレイには使われなかったと結論付けられた。化石に残されたヒントは、ツノウ類のフリルの進化の歴史は考えられているより、ずっと複雑であることを示唆するという。ヤマケラトプスドルンゴービンシスの俗名は、チベット仏教のエンマヤマにちなみ、主称名は、 ゴビ砂漠の東方地域を表す。ホロタイプイム100-1315は部分的な頭骨でなる。他の標本が2002年と2003年に見つかり、同族のものとみなされた。長万類の化石化した灰が乱獲に入った状態でヤマケラトップスの見つかった沈殿層で発見されており、これは本族のものの可能性がある。ありがとうございます。